疲れ様でした。からのパリーンってもう一回や。もういいわ、もういいわ、パリーンは一回まで。というわけで改めまして、どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。今日の動画なんですけれども、先日行われました任天堂ダイレクトと本日の朝行われましたステートオブプレイの両方を一気にまとめるという、そんな動画となっています。前代未聞だよね。その2つを同時にまとめた動画って過去にやったことないなとかね、ちょっと思っておりますけれどもね。皆さん的にも多分すごい情報量が多いので、ちょっとまとめたいと思うんですよ。で、ゲームのトレーラーの映像だけからはちょっとわからないような情報とかもね、どのプラットフォームで出るのかとかっていうところも含めて記載しておりますので、改めて情報をね、おさらいしていっていただければと思います。ただし、ちょっと数がすごく多くなってしまうので、すべてのゲームをピックアップすることはできないかもしれません。例えば VR のゴーストバスターズとかはちょっとね、はしょらせていただくかもしれません。かもっていうか、はしょってます。すまん。いや、今朝のね、ツイッターのトレンドわけわからなかったですよね。ヴィンセント、セグウェイ、ソリマチ隆な、ソリマチはなんだソリマチはなんだって思ったら、GTO ソリマチまたやるんだと思って。熱いじゃん。いや、っていうぐらい、っていうのと同じぐらい、ファイナルファンタジー7リバースの新しい情報が、マジで熱かったですよねっていう話ですね。まあ、何はなくともこれです。画面がパリーンって割れて発表されるみたいな感じではなかったんですけれども、発売日が発表されました。発売日は2024年2月29日となりました。でね、発表の後にディレクターの方がコメントをツイッターで、いや X でポストされておりまして、一部かいつまんで読みますと、オープンワールド要素として自由な探索をコンセプトに、様々なコンテンツがワールドマップに用意されており、深く探索すると100時間を優に超える内容になっているというふうにおっしゃっております。ちょっと待って、オープンワールドの要素あるんだ。これ全部がオープンワールドなのかな。オープンワールドではなくて、オープンワールド要素っていうふうに発言しているところがちょっと気になるところではあるんですけども、でもかなり広いマップを用意しているということですよね。全てが一つに繋がってるかどうかはちょっと置いておいて、これはかなり楽しみですよね。そんなオープンワールド要素で、バギー乗ってるもん、マジかよこれ。で、チョコボで崖も登ってるし、空も飛んでます、やばいです。で、セグウェイ乗ってます。これセグウェイって言っちゃダメなんだね、これね、ウィリーだね。はい、これが、X のトレンドの正体です、セグウェイ。ミドガルズオルム来たよこれ。ケットシーンも出てきたし、ヴィンセントも出てきましたね。で、召喚獣たち、アレクサンダーとかかっこいい。ついに来ました、ゴールド操作。いろんなアクティビティがありそうです。で、さらにアルテマウェポンもやってきますね。っていうか、グラフィックめちゃくちゃ綺麗です。もうセフィロス、ちょっとこのセフィロスとかもうね、狙いすぎだろこれ。っていうか、ここのセフィロスの産毛見て。あまりにも期待しかありません。今回のトレーラーは多くの方に伝わるように、さまざまなコンテンツが確認できるようなトレーラーになっていたんだそうです。 BGM もめっちゃ良かったですからね。っていう中でですね、ファイナルファンタジー7リメイクシリーズが全世界売上出荷ダウンロード本数700万本以上突破という報告も入っております。いや、マジで楽しみっすね。めちゃくちゃ楽しみです。ファイナルファンタジー7の世界を自由に行き来できるような作品がとうとう出てきちゃいましたよ。俺だから言ったよね、言ってたよね、オープンワールドなんじゃないのってね、以前の動画で。この動画です。ファイナルファンタジー7リバースの話だけで30分経ってしまいそうなので次いきますよ。バイオハザード RE4 セパレートウェイズ、9月21日配信。こちらはバイオハザード RE4 の有料ダウンロードコンテンツとなっております。エイダ編が来ましたね。これでエイダのスクリーンショット撮り放題ですよ。しかも発表から配信までめちゃめちゃ短いですね。でもって同じタイミングでマーセナリーズに追加キャラクターのアップデートがありますが、そちらは無料のアップデートとなっております。そしてさらにそれだけではなくて、バイオハザード RE4 の PSVR2 モードも今年の冬に登場とのことです。バイオハザード今年ね、盛りだくさんとなっておりますね。DLC といえばこちらも発表されておりました。 Tales of Arise Beyond the Dawn、11月9日発売の大型ダウンロードコンテンツとなっております。これマジか、本編の1年後の物語となっております。ちょっと待って、これめちゃくちゃ嬉しいです。ただ一つ言わせてください、もうほとんど覚えてません。
戦闘とか上手にできる気がしませんので、少しリハビリ必要ですね。いやだってもう2年くらい前なんですもんね、テイルズ・オブ・アライズね。いやでも本当に面白い作品で、物語とかもね、キャラクターもみんな好きになっちゃいましたし、このダウンロードコンテンツはかなり嬉しいですね。どのような追加の物語や追加要素があるのでしょうか、今から楽しみです。そしてアバターフロンティアオブパンドラ、こちら12月7日発売のゲームなんですが、ストーリートレーラーが公開されております。めちゃくちゃグラフィックちょっとすごいと思いませんか。でオープンワールドのオープンっぷりがやっぱりすごいんですよね。 UBI ソフトさんはもうオープンワールドのゲーム何度も作ってますから、そこやっぱ強いですよね。しかも美しいです。もうアバターの世界観めちゃくちゃ生かしてますよね。生かしてます。私アバターはね、昔の映画を見て、最近の新しいやつはちょっとまだ見てないんですけれども、それでもこれはちょっと遊びたくなるような凄さをグラフィックから感じてしまいます。いやね、こんだけ作り込まれたねグラフィックの世界でねアドベンチャーできるとしたら、それはもうものすごいことですよ。さあ続いてマーベルスパイダーマン2、こちら10月20日にね、もう間もなくですよ、発売が、発売予定しておりますが、最新映像が公開されました。でね、ここの最新映像の情報によりますと、今作のマップの広さは前作の約2倍。 Oh my god、そんな広いマップ移動するの大変じゃんとか思うかもしれませんけど、これまでにない速度で移動できます。もうこの移動速度すごいですよね。いやこれね、今世代機だから可能なんですよね、この移動ってね。ほらマシンパワーないとね、これ処理が追いつかなくてね、画面描画できないらしいんですよ、こういう速い移動って。これめちゃくちゃすごいです。っていうかこのファストトラベルめっちゃすごいっすよ。このままマップグーンって近寄って、このままファストトラベルです。すごっ。で今作はですね、ピーター・パーカーとマイルズ・モラレス2人が主人公なんですが、この2人をですね、ほぼロードなしの一瞬で切り替えて操作することができる。これもすごい、マジですごい。ワールドには様々なアクティビティが用意されておりまして、それによってですね、スパイダーマンの様々なパワーアップができたり、カスタマイズが可能になってるんだそうです。スーツの数めちゃめちゃ膨大にあるらしいですよ。具体的に何着あるのかって、65着です。着こなしはですね、200通り以上なんです。それどういうことそれ。もうグラフィックがね、前作から圧倒的なパワーアップを感じますね。発売マジでめちゃくちゃ楽しみです。続きましてこちら、フォームスターズ、こちらはまだ発売日が未定なんですが、9月30日の10時からオープンベータが開催されることが決定されました。対象のプラットフォームは PS5 のみなんだそうです。泡で戦うスクエニのスプラトゥーンですね。キャラクターとかも紹介されてましたね。いや私はね、ザ・マスターを使いたいですね。渋いおじさんを使いたい。これね、マジででもこのゲームはね、ほんと遊んでみないと全くわからないです。どうなることやら。続きましてヘルダイバーズ2、2024年2月8日発売となっておりまして、発売日発表という形、今年発売予定っていう形だったらしいので、ちょっと延期した形になりますかね。最大4人の協力型 TPS となっております。ちょっと難しめのゲームになっているようで、フレンドリーファイアがね、常にオンになっているんだそうです。今回の映像からは戦略をしっかり立てて挑む必要性などが感じられましたね。正直ね、この手の協力型ゲームって最近なかなか成功してるゲーム見ないじゃないですか。でもちょっとプレイしたくなりますよね、これね。いや、協力型でね、ダウンした時に、やられた時に味方に起こしてもらうじゃないですか。あれすごい申し訳ないなと思うんですよ。で、このゲームはね、映像見てたら、ダウンしてもほったらかしですぐにリスポーンするみたいな形なんですよね。いや、それはいいぞ、それ。いいぞ、それ。ミッションを受けていき、武器やアーマーをパワーアップだけではなくて、母艦などもパワーアップすることができるようです。続きまして、崩壊スターレイル、10月11日に PS5 版が登場とのことです。崩壊スターレイルちょっとね、遊んでみたいなって思ってるんですよ。単性でしょ、単性の RPG、 そこがねちょっと気になるところでもあります。で続きまして、ベイビーステップス、これ一番最初にね、このゲームの映像が出てきて、これなんじゃこりゃって思いましたよね。2024年発売の PS5 とパソコンで出るらしいんですけれども、無職のおじさんを歩かせるゲームだそうでして、なんなのそれって。まあ見ての通り物理演算に基づいたゲームらしいんですけど、壺男って皆さんわかります？壺男を開発した人とかが参加して開発されているんだそうです。
そして、PS5 の新しいカラーが3つ、紹介されました。なんかちょっとメタリックな感じになっているようですね。といったところがですね、ステートオブプレイのまとめとなっております。で、私先日の動画でステラブレード来るんじゃないかって、まあ、言ってたんですけど、ちょっと来なかったですね。はい。それに関しては謝罪必要ですか？必要か。あ、じゃあまあまあ軽くだけやります。じゃあ軽くだけ。いやだってこっちとしてはもうステートオブプレイとニンテンドーダイレクトの日程も当ててますし、ファイナルファンタジー7リバースが来るっていうところも当ててるから、謝罪の要素一切ないかなと思うんだけど、まあ、そのステラブレード来なかったねっていう分だけちょっと軽めに謝罪させていただきます。じゃあどうぞ。申し訳ございませんでした。この度は、あたかもステラブレードが今回のステートオブプレイで発表されるぞみたいなサムネイルを作ってしまったことに対して、お詫びを申し上げたいと思います。謝罪文を書いてまいりましたので読まさせていただきます。この度、私、刑事チャンネルは、先日の動画にて、あたかもステラブレードの続報が来ると思わせてしまうようなサムネイルをしてしまったことを、ここに謝罪いたします。そもそも今回なぜあのようなサムネイルを作ってしまったのかと言いますと、YouTube といえばいかにサムネで釣れるか、可愛い女の子をサムネイルに載せることで動画の再生数はぐんとアップするであろうと思ってのことでした。本心から言うとステラブレイドは来ないんじゃないか、本当は来ないんじゃないかと思っていたことを隠してあのようなサムネイルを作ってしまったこと申し訳ございませんでした。しかしながら、あのサムネイルの半分は当たっており、信頼度で言うと 50% となっております。パチンコで言うところの信頼度 50% がどのようなものなのかというのは皆様の想像に委ねるとしまして、今回改めて、ステラブレイドのあの女の子のお尻を見て、ああ、やっぱいいなよって。メカだけどいいですよねって、これ全然、させていただきたいと思います。申し訳ございませんでした。さあではですね、続きまして任天堂ダイレクトのまとめといきましょう。こちらもですね、重要な部分だけのピックアップになるかと思います。ご了承ください。スプラトゥーン3サイドオーダー、こちら2024年春以降配信のエキスパンションパス第2弾となっておりますね。シングルプレイのモードで繰り返し遊べるタイプのものになっているようでして、なんかね、キャラクターをチップみたいなもので強化して塔の上へと目指していくっていう、なんかローグライクとかちょっとハックスラっぽいような雰囲気もあるのかなって感じさせてくれるゲームでした。雰囲気がね、いいね、スプラトゥーンはやっぱりね。そして、ペーパーマリオ RPG 2024年発売、こちらはゲームキューブで登場していたゲームのリメイクとなっております。これが今回の任天堂ダイレクトの結構な目玉だったのかなという感じがいたしますけれどもね。一番最後にね、満を持して登場しました。そしてプリンセスピーチショータイム2024年3月22日発売。前回の任天堂ダイレクトでピーチ姫が主人公のゲームがお目見えしましたが、こちらのゲームです。ピーチ姫が様々な姿に変身して活躍するアクションゲーム。あ、いや待ってね、探偵に変身したりパティシエになったりとかもするので、これアクションだけじゃないぞ。続きまして、マリオ VS ドンキーコング2024年2月16日発売。ゲームボーイアドバンスで出てたパズルゲームのリニューアルタイトルなんだそうです。いや、あのね、それやったことある、そっち側。なんかちっこいマリオがさ、どんどん更新していくのをうまく道を作って進ませてあげるやつですよね。ゲーム内容としてはでも結構変わりましたよね。結構あのパズルゲーム面白かったんですよね。続きまして、ルイージマンション2 HD 2024年夏登場。こちら任天堂 3DS のゲームがリメイクというかリマスターですかね、リマスターして登場という形になっております。そしてドラゴンクエストモンスターズ3、12月1日発売ですけれども、新しい内容としては体験版が配信されました。もうすでに配信されてます。で、その体験版は一部データ本編に引き継ぎ可能という形になっておりますので、もう購入予定の方はもう今のうちから楽しんじゃってもいいかもしれませんし、購入を迷ってる方はここで決めちゃっていいんじゃないかなと思います。私もちょっとプレイしてみようかななんて思ってます。そしてサガエメラルドビヨンド、サガシリーズの最新作が登場ですね。
選択によって物語が変化するっていうのはサガシリーズの特徴なんですけど、サガシリーズというかロマンシングサガ以降がそういう感じでしたね。今作ではシリーズ史上最も変化するんだそうです。おなじみのひらめきや陣形のあるタイムラインバトルとなっております。なんかサガってさ、ロマンシングサガ4じゃダメなのかな。ロマンシングサガ4じゃダメなの、私はなんか個人的にちょっとそれを待ってたりするんですけどね。どうなんだろうね。続きまして、ユニコーンオーバーロード。こちらは2024年3月8日発売。ちょっとこれ、すごい注目なんですけど、私。13騎兵防衛圏でおなじみの、バニラウェアとアトラスのタッグによる新作となっております。見ての通り、ファンタジー世界でのシミュレーションゲームなんですが、なんかね、広大な世界を自由に駆け巡り、その中で仲間と出会って、その仲間を育成して、指揮を取っていくっていうようなゲームプレイになってるんだそうです。で、仲間になるキャラは60人以上いるんだそうですよ。でね、私これを見て感じたのが、そのマップのベースになってるものって、ひょっとしたらマウント&ブレイドみたいな感じのものなのかなってちょっと感じまして。マップの中自由に行き来して、ちょっと自由度のある攻略ができるみたいなものなのかなってちょっと勝手に想像しております。まあ、実際には違うかもしれませんけれどもね。戦闘とかはまた全然ね、そういうのとは別のものになっておりますが、かなりでも気になるゲームです。バニラウェアさんのゲームってね、ほとんど外れがないのでね、これ絶対プレイしてみたいと思っております。そして続きまして、百英雄伝、発売日がとうとう発表されました。2024年4月23日発売。こちらは、幻想水湖伝の開発者による新しい新作の RPG となっております。3人の主人公と100人以上の仲間のキャラクター。皆さんお待ちかねのターン制の戦闘となっておりまして、グラフィックも含めてなんかレトロな感じではあるものの、すごくね、このゲーム広がりのありそうな感じがするんですよ。仲間が増えると要塞都市が発展していったり、仲間と衝突することもあるんだけども、その衝突を乗り越えると深い友情が芽生えたりすることもあるみたいな感じで、ちょっと待って、それ仲間になるキャラクター100人全員とそんなことできるとしたらとんでもないボリュームですよね。百英雄伝満を持して発売日が発表されました。続きまして、アナザーコードリコレクション。2024年1月19日発売。 DS と Wii で発売されていた2つの作品が収録されています。謎解き系のアドベンチャーゲームなんですが、グラフィックとか刷新されているようです。っていうか全てを新しくしているそうです。続きまして、クレヨンしんちゃん墨の町白、今年の冬発売予定ね。なんかてっきり、あ、またしんちゃんが田舎を満喫するゲームなのかなって思ってたら、なんか不思議な世界と現実の田舎の世界を行ったり来たりするゲームになっているようです。続きまして、ストレイチルドレン、今年の冬発売予定。うわ、このゲームの感じはなんか独特だなって思ってたら、これムーンの開発スタッフによる新作 RPG なんだそうです。はい、とても納得いたしました。子供だけの世界に大人が子供を食べにやってくるっていう不思議でちょっと不気味な感じの世界になってますね。そんな化け物みたいになっちゃってる大人を戦って倒すだけではなくて、対話して魂を救うこともできるんだそうです。これはなんかね、ちょっと深く考えさせられそうな RPG になってそうですよね。続きまして、 F-099、こちらはこのダイレクト終了後配信予定ですとなっておりますので、もうすでに配信済みです。スイッチオンライン加入者特典となっております。99人でレースする F-0 ってもうさ、絶対面白いじゃんね。ちょっと前の動画で F-0 が復活するなんていうね、噂が出てますってお話ししてたんですけど、マジで復活しましたね。ただしこっちの方向性かよってすごく意表をつかれております。驚きとともに、いやこれ面白そうって思ってる自分がいます。これ絶対遊びます。この後遊びます。なんなら今日ね、ゲーム実況の配信でやろうかなとすら思っております。続きまして、サバイバルクイズシティお祭り編。10月21日配信。こちら基本プレイ無料のゲームとなっております。正直私これめっちゃ面白そうだなと思ってるんですよね。クイズで不正解なら落とされてアクションステージに行きます。で、アクションステージでそれ妨害してくる奴らもいるんですけど、それはクイズに正解した人たちが妨害してくるっていうですね、なんかその、まあ、わちゃわちゃ極まれりみたいな感じのゲームですよね。で、ただね、このサバイバルクイズシティってゲーム自体はもう去年からあったそうなんですよ。ちょっとね、存じ上げませんでした。これ要チェックしたいと思います。そして続きまして、風来の試練6、トグロ島探検録、2024年1月25日発売。不思議のダンジョンシリーズで多分一番みんなが遊び倒してるのが多分試練のシリーズですよね。
それでもね、これ14年ぶりのナンバリング新作なんだそうです。随分と時間がね、空きましたけれども、もちろんシステムは健在です。倒れたらレベル1に戻ってやり直すっていうシステムですね。久しぶりの新作だからといって、すごく優しく作ってるなんてことはなさそうです。いやでもね、新しいシステムは多分用意してくるんじゃないでしょうかね。ローグライクもね、14年前と今とではだいぶ進化しておりますからね。どのような進化を遂げてくるのか。そういう細かいシステムに関してはまだちょっと発表されてないみたいなんですけれども、追加の情報を待ちましょう。はい、というわけでね、ちょっとものすごい量でしたよね。新しいゲームがバババババッと出てきておりましたけれども、皆さん、一番楽しみに思ってるのはどれですか？私はもちろんファイナルファンタジー7リバースなんですけど、正直他にもすげえ楽しみなゲームいっぱい出てきたわ。だってユニコーンオーバーロード面白そうなんですもん。あとテイルズオーバーライズのね DLC もやっぱり外せませんし、スパイダーマン2もより一層、もう目前ですけどね、より一層楽しみになってきました。ホームスターズはマジで遊んでみないと分かんないあれはもう何とも言えない。本当に何とも言えない。どっちなんだよ。どっちに転ぶ、いい方に転んでほしいなと思っておりますけれどもね、果たしてどうなんでしょうか。皆さん、ぜひね、一番気になったゲームコメントでいただけると嬉しいです。というわけで今日は情報まとめの動画プラス謝罪の動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。